いただきます。最近焼きそば、あ、青のり忘れた。最近焼きそばが多くて、なんでかっていうと、あの鉄のフライパンチンチンにしっかり温めて、油をしっかりなじませて、ちゃんとそうやってからこの麺とか焼き物炒め物が本当にくっつかなくなって、感動してそれ以来焼きそば好きになってしまったという。またもや焼きそば、いただきます。焼きそば買うと最低2玉だから、こうやって連続して焼きそばを食べることになる。なんか花火っぽい音が聞こえるんだけど、すごい音が聞こえるんだが見えない。花火かな。終わった。
チョココーン。